意見は、1920年代半ば、伝説の達人王光才によって創始された最も新しい中国武術である、数ある拳法の集大成という意味から大成拳とも称される。日本において長年意見の指導を続けてきた孫立は、1955年北京に生まれた。1969年14歳より意見を始める。そして1974年王光才の弟子の一人である王十泉氏に認められ、同じく王光才の皇帝として知られる楊宗訓氏の下で学ぶことになる。その後、楊宗訓氏の逝去に伴い、杜聖明、ウ・永年といういずれも名高い名手の下でさらなる修行に励んだ。1980年より指導の道に入り、北京、湖南省、山東省などの地で意見を教授。1986年に来日し、翌年東京で日本意見研究協会を設立した。翌1987年ベースボールマガジン社より意見入門を出版、意欲的に普及活動を開始。1993年より現極真館牢山初雄館長との交流が始まり、牢山道場特別師範として意見の指導を行う。1996年国際意見会を設立。その活動は日本にとどまらず、中国本土やヨーロッパ各国でも指導を行っている。現在は東京中野に本部道場を構え、各地の支部も精力的に回り、多数の弟子の育成に努めている。